はい、Jチャンネルです、今回はですね、ストロークの上達ストロークやってみたいと思いますが、まずですね、よく初心者の方にとまつあるんですが、こうストロークが単調になってるんですよ。この正確にストロークを刻む、リズムを刻むっていうのはもちろんいいんですけど、これだったらどうしてもね、聞く人も飽きちゃうんですね。なのでこのね、いい波をつけていくんですよ。この波のつけ方っていうのはね、例えば練習するときにですね、このこんな感じやって、こんな感じでやったらですね、ちょっとうまく聞こえるんですよね。これをこういうのも悪くないですけど、これよりかでこうちょっとしたこう波のうねりをね、ストロークにつけるとすごくね、なんかこう生き生きしてくるんですよ。ちょっと雑に聞こえる時もあるかもしれないんだけど、こんな感じで、これはね、自分でやってみて、録音取ってみて、どっちがいいかっていうのをやってみたらいいと思うんですよね。だから一定でこうジャン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 ずっとつくんじゃなくて、少し緩めるやつもつけてみます。こう一定のリズムでやっておいて、このこんな感じの、このちょっとしたこう、あまり大きくやるとあれなんだけど、ちょっとずつこうやってみると、このボリュームコントロールうまくやると、ちょっとなかなかね、いいんじゃないのっていう感じで聞こえてくる時ありますので、ね、こういったのをやってみたらどうでしょうかね。これをザタガタガタガ、これちょっと最後スローにさせて、こういう感じでもね、バリエーションが出てくると思うんですね。この弾いた後に、弾いた後は必ずゆっくりするんですよ。これをこうやるのと、こうやるのと、このストロークをしながら盛り上がる、こう緩いストロークしながらこうボリューム上げていくんですよね。バリエーションつけていったら、なかなかすぐにおやっとなるんじゃないでしょうか。はい、ためになったらいいね、そうでなかったらそのままで、よろしくお願いしたいと思います。 J チャンネルでした。コメントとかありましたらどんどん募集してますので、よかったらどん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 書き込みしてください。 J チャンネルでした。チャンネル登録も忘れないようによろしくお願いします。ではまた次の動画。